だろうな、なん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 だろうな。どうも皆さんこんにちは、まこっちゃんです。さあ今日も始まりました、なんだろうなボックスなぞなぞシリーズ、イエーイ。今日のテーマはこちら、皆さん野原や外でいろんな場所で人生必ず出会ったことがあるかもしれないこの虫が今日のテーマです。そう、今日のテーマはテントウムシ。指先からテントウムシが飛んでいく姿を見ることができると願いが叶うなんて言われたりもします。さあ今日のこのテントウムシの不思議な謎の問題はこちら。テントウムシの模様が赤と黒の目立つ水玉模様の理由は何でしょう。さあ、わかる方いらっしゃるでしょうか。そういえばテントウムシは水玉模様で七星だったりいろんな模様がついていてとっても派手ですよね。こんな派手な模様だったら鳥に食べられてしまったりするんじゃないでしょうか。さあ皆さん考えてみましょう。今日もみんなでなぞなぞ探検へレッツゴー。イエーイ。テン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 トウムシが飛んでゆく空を、テン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 トウムシはどこへゆく。シュワシュワシュワ、それでは正解。さあそれでは正解発表の時間がやってまいりました。それでは正解の曲を作ろうと思ってるんですけど、まだコードが定まっておりません。それでは正解発表の時間です。テントウムシが赤や黒の水玉模様である本当の理由は、鳥や様々な害虫から身を守るためなんですね。これが正解です。いや、テントウムシみたいにさ、あんな目立つ模様してたらさ、逆に鳥に食べられるんじゃないって思った人、いや、まこっちゃんもそうだったんですね。そう思ってました。でもテントウムシは逆に派手な模様をして自分自身食べたらまずいよ、美味しくないよっていうことをアピールしていたんですね。というのも、実はテントウムシというのは体から臭くて苦くて嫌な液体を出すことで自分自身が食べられることを防いでいるんですね。鳥たちはそれを知っているので、いかにテントウムシが派手で目立つ模様をしていても食べようとしないんです。実は自然界の中にはテントウムシの同じように派手な模様、派手ないでたちをすることで自分自身に毒があることをアピールして食べられることを防いでいる生き物や植物がたくさんあります。ベニテングダケもその一つですし、スズメバチもそうと言えるかもしれません。他にも様々な生き物たちがいます。勉強になりましたね今日も。さあ、野原や自然界でよく目にするテントウムシでしたが、これからはテントウムシを見るたびに、そうか、そんな習性があるんだ、なるほどね、そんな観点を持ちながら観察してみるのも楽しいかもしれません。それではまた皆さん、明日の謎でお会いしましょう。それではまた。